そう、なんか最近ね、ダンスレッスンとか歌のレッスンとかで、ね、メンバーにすごい合うんだけど、この間ね、久しぶりに船長と会ったね。切り抜きとかで多分、人相たち見とるかな。船長がすごいグイグイだったんだよな。そう。なんか言うね、あんまり船長と、なんだろう、長い時間喋ったこととかないから、なんか緊張、5回目？あ、違う、5回目じゃない。何回あったんだろう？4回ぐらいあったかな？あ、3、4回ぐらいかな？ 4 回かな？そう、ぐいぐい船長だった。え、MC は何て言えないですか？何て言えないですか？何て言えないですか？って言われると、ってなっちゃう 違う、別になんか、違うんだよ。どうしたらいいかわかんなくなっちゃうよね。そう。え？みたいな そう、たまらずみおちゃんの後ろに隠れてしまった。たまらず。もうね、あ、次で5回目って言っとった？あ、じゃあ4回やっとるんだね。そう、なんか船長が一番怖かったのか、なんだっけな。なんかみおちゃんが、なんか5回ぐらい、あやめは遊んだりとかお話したりとかすると、なんか慣れてくるんだよね、みたいな。なんかいろいろ説明してくれてるな、みたいな そう。言ったら、なんかもうガチの顔でさ、船長、なんか、そう、えへへってしてくれるのが可愛いんだよね、みたいなみゆちゃんが言った後に、船長がなんかガチの真顔で、え？船長、えへへってされたことないんですけど、みたいな。いや、もう顔が、マジ 顔がガチなんよ、みたいな いや、怖かった。なんか、ヒヤッとした。ヒヤッとした。ね、いつ船長と、こう、いや、船長ね、ほんと、もうグイグイよ。そう、でもね、こう、積極的に話しかけてくれるからね、すごい、コミュニケーションを取ろうとしてくれてるのがね、そう、嬉しい。船長は仲良くなりたそうに、こちら、そう、めっちゃね、そう、超、なんか目合った時に、すごい、つい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 ってめちゃくちゃなんか、近づいてきたの。今までは目合わせるだけだったのに、みたいな ってなっちゃった。あ、たまらずみおちゃんの後ろにね、また隠れました。はい、ということでね。いい子なんだけど、カロリーがすごそう ていうかな、ちょっとね、どうしたらいいかわからない。あ、勝って見開くのが悪いんかな？そういうこと？よく目合わせなきゃいけないのかな？じゃもう目合った瞬間、バッ もう、バッって目離そうかな はい、じゃあ歌いたいと思います。